のアンブレラジオ、岸川圭のアンブレラジオ。イエイイエイイエイ、はい、始まりました、始まりました、岸川圭のアンブレラジオボリューム17。秋目前ですね。まだまだもうちょっと暑い日々が続きそうですが、そう、もうそろそろ私の出演させていただきました歴史アニメ新日本ヒストリー126話、もう少しで公開間近。うわー、超楽しみ。こんだけテンションぶち上がりまくっておりますが、ちょっとね、8月頃に風邪をもらってきてしまいまして、コロナでもインフルでもなかったんですけど、ちょっと喘息だけ残ってしまって、むせてしまわないようにテンションだけ心上げつつ、いつもよりちょっとゆっくり、なんかね、聞きやすい感じでお届けしていきたいと思います。ちょっとね、コロナインフルやら風邪やら流行ってるけど、気をつけていきましょうということで、9、10、11月これからのシーズンね、過ごしやすいし、1年の中で一番肌の調子良くなるシーズンだから大好きなのよ。アトピー持ちが一番キレを保ちやすいシーズン、そして食欲の秋、いや一年中食欲は変わらないな、いいよね。ハロウィンもあるし、楽しいことずくめだ。そう、ハロウィンといえばハロウィンライブ、今年もあの爆裂に盛り上がりそうで、ウルトラ楽しみ。しかもアニソンハロウィンライブ今年も出演します。アニメのコスプレしてアーティストさんが歌う、クソ熱いライブ待ってますね。最後にライブのお知らせ、またざっくり詳細を、ね、お知らせしていきたいと思います。すごい悩んだんですけど、アニハロコスプレどうするかやっと決まりました。食欲の秋だけに、食べ過ぎないように気をつけて頑張って、アニハロにね、備えてちょっと体絞っていきたいと思います。ヒントは一応ジャンプの漫画に登場するような主人公を目指してます女の子です。仕掛けのアンブレラジオ、この番組はローザポーカー各社のサポートにより配信してまいります。岸川圭だ、これめっちゃいいね、最高だね。はい、岸川圭のこれめっちゃいいね最高だねのコーナー、今回はみんな日々生活してたら当たり前だけどスーパーに買い出し行くよね。今回は私の神推しスーパーマーケットおよび神推し食材について語っちゃいます。ズーバーリ、私の神推しスーパー、それはコップ生協さん。マジで私の個人的に独断と偏見込みでサイ&コーだと思うわけよ。生協さんの何が特に好きって、お惣菜がね、家庭的ですごい美味しいんよ。シンプルな感じに美味しさがよく引き立つ。どれもなんかね、語彙力がもっと欲しいぐらいなんだけど、変な添加物も使ってないと思うし、なんか味は豊かなのよ。個人的にあのマジで天才だと思うんだけど、舞茸天とチーズをくるってなんか巻いてあげたやつ、名前忘れちゃったけど、特にこの2つが好きです。お惣菜外れはマジでない、おすすめです。んで、この生協さんの豚肉のブランドチャーミーポークが、私はもうやっぱりこの世で一番好きだね。豚肉の中だったら料理してて、やっぱこのチャーミーポークに勝る豚肉は個人的にないと言いますか。ちなみに漢字で茶色のチャーに美しい豚って書いてチャーミーポークと読みます。もっと言ってしまえば、もうチャーミーポーク以外使って豚肉使う料理したくないレベルで、あのチャーミーポークなしじゃ生きていけない舌になってしまいました。そんな高くないし、普通の平均的なお肉のお値段だし、もう最高よ。個人的に感じるのはダントツで臭みがない上に添加物が超少ない、臭
癖がないように感じるからまた同じワード使うけど、シンプルだからジューシーな旨味が引き立つ。もう美味しいんだよ、チャーミーポーク。圧倒的に最近のブームはチャーミーポークを使って舞茸と醤油、みりん、柚子胡椒でそういう生姜焼きじゃねえけど、そういう感じに焼いて食べるのがドツボです。ぜひぜひ、ちょっとお料理頑張る体力が今日はきついなって時は、西京のお惣菜、豚肉使った料理がしたいなって時は、お近くの西京へレッツラゴーしてくださいませ。なかなか日々やることも多いので、簡単にサクッと作れるものしか作れてないんですけど、なかなか休日余裕ある時にチャーミーポークのひき肉使って餃子作るぞっていうのが今のところのプチ目標でございます。餃子包むの時間かかるけど楽しいよね。誰かと一緒に作ると、特に家族でも友達でもパートナーとでも、餃子パーティー、オーイエーイって感じだよね。ちなみに清京さんは宅配サービスもあるみたいで、私はまだ使ったことないんですけど、おうちコープっていうやつもあるみたいで、ちょっと家から歩いて30分くらいのところに一番近い清京さんがあるのよね。バス乗ったらもっと早いんだけど、バスも1時間に1本とかだから、おうちコープ使おうかな。チャーミーポークに限らず、お野菜もなんかセンスがいいわよ、清京さん。豚肉とか鶏肉とか、なんか面白いなって思うのが、豚とか鶏の食べてる餌によってなんかそのお肉の味が変わるとかね。チャーミーポークの豚さんはちなみに緑茶粉末の入ったご飯を食べてるらしい。カテキンたっぷり、ビタミン E 豊富、鹿児島で育っている豚さんだとそうです。チャーミーポーク、マジで盛況神、盛況神でございますよ。はい、そんな感じ。イエー、ケイママの世にもしょうもないカミングアウトバー。とある商店街の路地裏、なんでかとっても濃いオーラを放つ、ちょっと怪しい隠れ家的なバーがそこにある。あなたは思わず引き寄せられるようにドアノブに手をかけた。いらっしゃいませ、このバーのママのケイよ、よろしくね。このバーではママの私がお客様のくだらなくてどうでもいいお悩みを、生のオレンジ4個を絞った正真正銘 100% オレンジのてのやつとウォッカの最高にフレッシュで美味しいスクリュードライバーとともに解決しちゃうかも。飲みすぎ注意よ、ちょっと頑張りすぎて頭が回ってなかったかもしれないわね。筋肉痛を絞りすぎて、はい、腕が鍛えられるわね。はい、どうぞ早速お便りいきましょう。ペンネーム桜月さんからいただきました。ケイママへこんばんは、いつもラジオ楽しく聞いてます。最近ケイママはお料理頑張ってるって小耳に挟んだんですけど、今まで恥ずかしくて誰にも聞けなかったこと、思い切って質問します。それはタラコと明太子の違いって何ですか？くだらない質問ですいません。うん、違いは辛いだけですか、それとも魚が違いますか、というのは冗談です。冗談なんかーい。何もし1日だけ特別なスキルを手に入れられるとしたら、何になって何をしますか？私は鳥になって空を飛んでみたいです。ケイママは何したいですか？よかったら教えてください。思わずツッコミ入れちゃったわよ。桜月さん、素敵なお便りありがとうね。1日だけでしょ、そうね。好きな男を150倍メロメロにして落とせちゃうかもしれないスキル。でも効果が続くのが1日24時間だけ。なんだったら1日経っちゃったら元に戻っちゃうわけでしょ。そういう下心ばっか先行しちゃってるのは良くないわよね、きっと。ああ、もう煩悩の塊、嫌になっちゃう。効果が切れちゃった時とのギャップで冷められちゃったら絶望しかないわ。
パハボンキュッボンとかめちゃくちゃ綺麗になるとかそんな欲望が先行しちゃいがちになりそうだけど、それは自分の力で自分磨きしないと、なんか限界はあっても自分で努力するからこそ本物になるず、なるはずなのよきっと。そう信じているわ。そうやって自分を励ましているのよ私は。毎日一日だけなんだったら桜月さんみたいに鳥になって空を飛ぶみたいな、ちょっとその夢のあるファンタジーな感じ素敵よね。そうね、まあ私的、まあ私そうね、好きな人と雨の中大好きな赤いバラの傘をなんかね傘代わりに赤いバラ大きいやつ刺して散歩しながら雨が止んで2人でどこかになんかね空のどっかに虹を見つけちゃうような、そんなロマンチックなデートが実現できちゃうスキル、なんじゃそりゃ。私の楽曲でローザンブレラっていう曲があるんですけど、そのミュージックビデオ YouTube で公開してまして、それ見ていただけるとちょっとイメージが湧きやすいかもしれない。ちょっとなんか目に見える景色もなんか絵本みたいな、おとぎ話みたいな感じで映る世界が映るみたいな語彙力、そんな感じだったらいいかな。桜月さんありがとうね。たらこと明太子、まあそうね、唐辛子使ってるかの違い分かってるわね。キーママの世にもしょうもないカミングアウトバーでは、あなたからのくだらなくてどうでもいいお悩みを大募集中よ。 X、インスタ、TikTok の DM までお待ちしてますよ。あら、こんな時間また来てね。バイバイ。アンブレラジオ、はい、岸川系のアンブレラジオボリューム17、最後までご視聴ありがとうございました。ここでいくつかお知らせがあります。まずは直近の出演予定のライブのお知らせです。まずは1本目、2024年10月24日木曜日、代官山ノバドさんでっていうライブハウスさんで、昔からのアーティスト仲間のリュウジ君の主催ライブに出演予定です。こちらも詳細が決まり次第 SNS で情報更新します。そしてその1週間後、10月31日木曜日、アニハロ2024、こちらはあいう野方さん、アニメコスプレしてド級に盛り上がるの確定、こちらも詳細確定次第更新します。そして出演させていただきました歴史アニメ新日本ヒストリー126は9月中に公開予定みたいです。目前だよっしゃ。アニハロ楽しみだな。もう今から出演者さんとかどんな仮装するかなってワクワクで予想が止まらないのよね。早々のフリーレンのエルフのフリーレンとか、推しのこの星の愛とかいたり、メムチョいるかしら。今年は普通のハロウィンライブで、一昨年がアニハロで、その時ドラえもんのジャイアンになりきって私リサイタルしましたね。そういや、さすがにボイボイはしてないのでご安心を。はい、それではまた次回お会いしましょう。岸川系のアンブレラジオ、この番組はローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。バイバイ。アンブレラジオ。